今日はですね、こちらでございます、今シーズン一番の寒気がなんか、今夜はやっぱりね、寒い夜だから、うん、湯船にという方、多いと思いますけれども、かん、はい、さん、好きですか好きですもう、オールシーズン、毎日使います。長風呂結構はい、20分は最低でもそんな入ってるんだ。はい、で、実はですね、皆さん、福島県の方って、すごく風呂好きだってデータがあるんですよ、<う>福島県民は風呂好き、はい、こんなデータがあります。 これあの本当なんだと思ったんですが林内さんが調べたストレス解消法が入浴という方が全国47都道府県に<ー>湯船派が多いが3位、はい、湯船に浸かる時間も福島県は全国で4番目に多い<ー>お酒も好きだけどあの温泉もお風呂も好きっていう、はい、そういうことなんですよね。さささあこれれからちょっっとととと話脱線させまますすす長風呂しますね、はい、でずっと入れるる、はい、そうすると関係さん 手、どうなりますか、指先。ふやける。ふやけるね。はい。はい、<え>こうなりますよね。指がしやわしまになりますよね。はいはい、これ、皆さん。なんと言ってますか。福島の皆さん、これ、はい、しわしわになるの。ふやける。私、ふやける以外、聞いたことないです。結構ね、これね、<え>あるんですよ。方言、ね。しなびる。ええー。うるける。うるける。ふやけたってのあるけど。 はい、るるるるけっててかかかすら来てるんじゃないかない<ー>湿らすとかね手がだから水分吸い込んじゃってっていう、はい、そういうことなのかなだからこれはねこういう言い方もある、うん、まあこれは話脱線させましたけど、えー hey、でございましたさあ一方で,ですね気をつけなければいけないのは長風呂でこちらなんですヒートショックなんです年間2万人近い方が入浴中に死亡しているんですよねなぜかというとこちらでございます寒い部屋から、うん はい、ああのあ脱衣所で寒くなっちゃって血管が収縮しますぎゅっと血圧が上がりますねそしてお風呂に入ります今度はどうなるかというと血管が急に膨張して血圧が、はい、低くなっちゃうこの血圧の急変化によって湿疹心筋梗塞脳梗塞が起きちゃう、うん、ということなのでこれからの冬の季節こちらでございます ヒートショック要注意特に福島県はですね東北の中で最も冬季の死亡増加率が高いっていうデータもあるんですよこれ、一体まあどういうことなのかも含めてちょっとこちらで説明をしたいんですけれども、はい、まずヒートショックが最も多い月はいつなのかというとこれね12月なんですよ。よ 今月だ真冬じゃないんですやっぱり急に寒くなって寒さに体が慣れてないっていうこともあるんじゃないかなそれからもう高齢者が圧倒的に多くってこれあの郡山地方広域消防組合のデータです、えー、なんですがご覧のように高齢者が圧倒的に多いということになりますで福島県は全国の中でもヒートショックリスクがとっても高い、うん、18度未満の住宅は入浴時以降リクスクが高まるという国交省の資料があるんですけども。 福島県って部屋の温度が全国でで番目に低いです<ー>これねやっぱりねほら青森とか北海道なんかはセントラルヒーティングで青森や秋田はおそらく断熱住宅なんですけど福島はここまで寒くないから断熱住宅の割合が低いっていうのが多分あるのかな寒いけどちょっと中途半端な寒さなんですかね。それでやっぱりヒートショックが起きやすくなっちゃうということなんです。 で、はい、今夜の気温、まあ、皆さん今、下見てたと思いますが、これ、今夜9時、皆さんがお風呂に入る頃の気温、見てください、外の外気温、こんなに低いので、断熱住宅じゃない家はすごい冷え込むと思う、うん、だからこそ、ちょっとヒートショックですね、あの今夜は気をつけていただきたいと思います、亡くなる人の特徴です、亡くなる人の特徴はこちら、はいえー、42度以上のな厚めの風呂に15分以上、関係さん、大丈夫 私41度ぐらいですあちょっと低いのがね、はい、私もだからね、ヒートショックならないように、40度のぬるま湯に入っています、はいうんはい、しかもお酒飲んでるとそうですね、はい、お酒入って入っちゃだめなんですけどね、本当に気をつけ,けないといけないです、ね、それから高血圧、糖尿病の方、やっぱりね、血管の収縮がすごくあの非常に大きくなりますんで、気をつけましょう、うん、風呂の歴史者の9割が高齢者の方ということなんで、うんうん、おじいちゃん、おばあちゃん、今夜のヒートショック、気をつけていただきたいと思います。でキーワーーワドは温度ののバリリアフとということなので、はい 水温41度以下に10分ぐらいの入浴にして床や風呂場全体を温めましょう脱衣所浴室に暖房を入れましょうということで今夜はです、ね、あのこのヒートショックお,おじいちゃん、おばあちゃん特に気をつけていただきたいと思います。